いいか、ここでは私の言うことには絶対に従え。私が出て行けと言ったら出て行け、死ねと言ったら死ね、文句や反論は聞かん。俺柳沢水を、呼び捨てでもいいし柳でも何でも、特に俺小学校から付属だったから、このアウェー感初めてでさ。そうか、本当にいるんだ。じゃあぬくみゆきって、潮が雪みたいに降ってくるって。見たまびって海の中でも燃えるなら逆にどうやって消すんだ。待てチェインバー、翻訳可能な言葉で敵意はないと伝えろ。お前が解析不能ならここの連中の持つ歴史資料に期待するのも手だ。何度も言ってるだろ、土帝つっても俺はただの文系、しかも元気じゃねえんだ。霊気が見えねえ。二回戦も決勝も全国も、勝ってコートに立つのはこの俺だ。俺たち二人で2対2の勝負を挑んで、勝ったら入れてもらう。一緒に戦えば嫌でも仲間っぽく見えるだろ。あいつがあんなことをしているのは俺への当てつけだから、離れて暮らすのはいいのかもしれないな。あいつは仲間じゃない。ここにいればいずれ俺たちの邪魔になる可能性だってある。時刻表から車両の大まかな場所は割り出せるが、正確な位置はわからない。俗名千和太郎、この世の未練を捨てて速やかに輪廻の輪の流れに乗りなさい。さあ、わざわざ焼却しやすく顔をまとめて向けると、お前を発見時周囲500メートル内に生体反応がないことは確認済みだ。ここなら遠慮なく吹き飛ばすことが。誤災であれば日本最高峰たる雄英において恥ずべき地帯。我々受験者は規範となるヒーローのご指導を求め、この場に座しているのです。ああ、電気 Z だ。その Z リング、どこで手に入れた？島巡りで試練を突破したわけじゃないだろう。仕方ない、 Z リングを持ってるのは俺だけだしな。ちょうどよかった。その持っている重そうなもの、紙の上に置いてくれないかい？それでは季節を感じることができない。良い字を書くために大地の息吹を感じたいんだ。テレビで目立ちまくれば、いくら舞さんが空気を演じても周りが放っておかなくなるでしょ。それに舞さんも芸能界に戻りたがってるみたいだし。ほんのちょっと練習しただけでここまでできるなんてさすがです。ありがとうございます。でもそんな俺を見て自分からアンズちゃんのとこ行ってくれたんですよ。ちょっとひねくれてますけどいい子なんです。冴えてるぞ僕、ガンって感じのがギャガーッとできた。心がドワーってなっちゃうぜ。何を言ってるんですか。すっごいことですよ。先生が言ってました。俺があんたを手伝うんじゃない、あんたが俺を手伝うんですよ。この瓶は特殊な魔法道具だ、かなり昔のものなんだが、それにお前の性格上これが俺の手にある時点で何かと都合が良さそうだしな。なあ、トモ、昨日は悪かったって。だいたい俺の方が殴られてんだぞ。見ろこの顔。けどなんでだろうな、大人に怒られる場面にお前がいた記憶がねえんだけど。俺だけのお姫様、できることならあんたを独り占めしたい。その視線の全てをこの身に集め、俺に夢中になってほしい。自分の罪の重さを改めて突きつけられたような気がした。血類を生み出す泉もまた枯れていき、その首を跳ね落として帝都の門にさらしてやる。ああ、いや悪い、決してからかったつもりはないんだが、お前が見たこともないくらい嬉しそうな顔をしていたから。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。ヒロヒロ